猫にまみれています。はいはい。よいしょ。よっ。はい、床のカーペットというかですね、こういう状態になって、暖かくなるかなというのと、去年の頂き物のこの遠赤外線ヒーターですね。ここ触れるんですよ。でもこの辺は暖かい。ということで、ここに、ベッドを置いておいたらですね、ポンちゃんは気がつきました。ジャン君は迎えに出てきてくれたので、どこにいたのかは分かりませんが、これが役に立っています。ありがとうございます。そして、ジャン君は、こうやってほしいのね。はい。はい、挟んだ。ジャン君について少し気がついたのが、この黒い部分ですねと、こう体全体の色とのコントラストがだいぶついてきている気がします。これは冬だからなのか、あとここね、ここがくっきり線がわかるかな、切れ目というか色がはっきり区別がつくようになりました。はい、ジャン君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 爪伸びてるね。切るか切るか切るか。よいしょ。ジャン君あったかいねここね。はいはい。
お父さんの布団の上まで遊びに来たのね。はい、ここで寝る？はいはい。ジェン君、はい、ここに。今日から明日の朝にかけて、3度とか4度になるそうですよ、ジャン君。寒いから気をつけてね。なんだったらエアコン入れて寝る？大丈夫？今はまだ11時半か。まだもう少しはね。もうちょっとしたら寝ようね。クロケンパパは12時になると眠いです。たまにね、面白いテレビやってると起きてますけど、途中で 寝落ちします。ジャン君はみんなが寝たら寝るよね。はい、おやすみ。今のうち言っときます。